チョークリバー研究所はカナダにある原子力研究機関である。オンタリオ州のチョークリバーの近郊にある。1942年にイギリスとカナダの研究者が共同して NRC の下に原子力研究施設としてモントリオール研究所が作られた。1944年にチョークリバー研究所が解消された。1945年にはアメリカ合衆国外では 最初の核反応施設である、重水試験のゼプが作られた。1946年モントリオール研究所は閉鎖され、チョークリバー研究所に集約された。1947年、天然ウーラン燃料のフルスケール重水研究炉 NRX が運転を開始した。1952年に核の平和利用を図るために、カナダ原子力公社イークルが設立され、 チョークリバー研究所も NRC からイークルに移管された。同年12月12日、試験原子炉 NRX で原子炉が暴走、燃料棒が溶融する原子力事故が発生。後年、国際原子力事象評価尺度レベル5と判定された。1950年代から2000年代、多くの核反応研究施設が設置され、医療用や 科学実験用の放射性物質が生産された。医療用の放射性物質の世界の生産量の半分を生産している。カナダ最初の原子炉も近くに建設された。ありがとうございます。